アイリーン・ミュリエル・リギンは、アメリカの競泳、飛込み競技の選手。結婚後の名前であるアイリーン・ソウルでも知られる。1920年のオリンピックにおけるアイリーン・リギン・ロード・アイランド州、ニューポート生まれ。6歳の時にマニラ湾で泳ぐのを習い、1919年に飛べ込みを始めた。1920年にアントワープで開催された夏季オリンピックで、 女子飛び板き込に出場し金メダルを獲得した。これは当時としては最年賞金メダリストであった。最も小さいオリンピック金メダリストでもある。身長は4フィート8インチであり体重は65ポンドである。その後1924年のパリオリンピックにも出場し、飛び板き込で銀メダル、100メートル背泳ぎで銅メダルを獲得し、 飛べ込み競技と競泳のどちらでもメダルを獲得した唯一の女子選手となった。アマチュア運動連合の屋外飛び板き込みで3つ、屋内飛び板き込みで1つ、競泳リレーで2つのタイトルを獲得した。1926年グレートランドライスのために、最初の水中映画と最初のスローモーションによる指導映画を制作した後、競技から引退し、 世界中の水上における活動に関連するショーを組織するのを援助した。その後はハリウッドでいくつか映画を作成し、ジャーナリストとして成功し、結婚してアイリーインソウルという名前に変わった。1957年に夫と共にハワイに移住し、1967年に国際水泳伝道入りを果たした。ハワイシニアゲームスアソシエーションの設立の援助も行った。 資金調達と動機づけのプレゼンの結果、1988年に国際水泳殿堂でさらなる賞賛を受けた。ハワイのホノルルで漏水のため死去した。1920年のオリンピックのチャンピオンでは最も最近まで生きていた。ありがとうございます。